画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライト、今日はキラートリックスターの方を使って遊んでいきたいと思います。新キラーのパーク使用を呼ぶ追跡者。儀式開始時に生存者全員のオーラがキューブを見えるっていうね、こちらのパーク使って、トリックスターでね、やっていこうと思います。で、まあ他は、まあ破滅不死堕落というわけでね、まあ使用を呼ぶ追跡者で生存者が見えた時にね、呪いのトーテンパークと、呪いのトーテンパークの近くに見えるなんてことはね、まああっては欲しくないんですが、まあそうならないように祈りながらねゲームやっていきたいと思います。でアドオンなんですが、なんか最近というかこの前かな、この前なんか DFC のチャンピオンズリーグっていう、まあ非公式のリーグ戦大会で、まあ韓国の人が使ってた、トリックスターをね、まあ使用して結構強かったアドオン、この生存者貫通するってやつと、あとなんか生存者に当たらずになんか物に当たると、砕け散って裂傷を与えるっていうね、このアドオン、このベリーリアアドオンのね、まあ、ちょっと今日は豪華に、やっていこうかなと、いうふうに思います。というわけで、ゲームの方やっていきましょう。さあそれではやっていきましょう。ファミリーレジデンス2試合目です。大体あの容量はつかんだ、このアドオンの。向こうに一人いるんで、向こうの人を追います。つかんだ。あとね、このあれ、このアドオンなんだけど、地面を狙って当てるとね、すごく当てやすいです。ちょうどゼロ本だ。よいしょ、真ん中釣りますか。向こうにいるな。まあ、フシーはちょっと何しに見られたかもしれないんですが、よいしょ、そこに圧力かけに行くついでに壊れたか。よいしょ、これダウン放置でいいですね。よいしょ、足元狙うとあの弾けたのが当たりやすいです。適当になんか散らしときましょう。取っとく意味がないんで。よいしょ、どこ行った。いたいた。よいしょ、ストライクなし。よいしょ、でトリックスターね、その一つ分かったんですよ。あの叫ばせる系のアーカイブ、あの瞬殺です。あの後々なんかドクターかなんかでやろうかな思ってたんですけど、あのもう一瞬でしたね。ドクターですら多分、ま、長い試合1試合やるとか、ま、すさまじくこう何回か回数こなさないとって思うんですけど、何時怪我の治療終わってる。あっとダメか、追わない。向こう行きます。板を使わせられてないんだよね。ナンシーいるね。
うん、時間かかっちゃうな。食べ。オッケー。よいしょ。あ、そうで今日昼間ね配信やってた時にメメントされたんで、トリックスターにメメント持ってきました。今発電機ついてますけども。発電機はつきますけども、まあいいでしょう。ありがとうございます。それではね、守るところ変えていきましょう。まああそこかな、やってたとして。あ、そっちネアか。当たんないな。よいしょ。ここの2つの発電機往復しつつ、みんなスプバなのか。じゃ小屋板をどっかで使わしたいですね。あと両方の発電機がね、半分ぐらいまで交代すると向こう行ってね、誰だっけ、レオンの足みたいな人をね、やることもできそうなんですが。飛ぶ。お、ありがとうございます。今まで散々渋ってきたのに。これで真ん中行って、あ、ネアここ回してね、向こう行く。じゃあミンちゃん追いついでに。回してなかった。あれ、ここも回してない。いや、奥か、あれ向こうの奥かもしれないね、回してるの。どこ行った？回してない。レオンの足がいない。あ、いる、レオンの足。なんかナイフの命中精度がね、普段普通のアドボン使ってる時より悪い気がする。破滅壊れたんやろ。もうこれは罪ですよ。よいしょ。まあ3台ほぼ真ん中以外は戻ってるかな。真ん中以外はほぼほぼついてないんで、多分警戒すべきは真ん中ぐらいなんですが。オッケー。あと2本。よいしょ。みんちゃんの救急キットはそろそろなくなってきた頃かな。もう1個奥に釣ります。発電機を守らねばいかんので。本当はそこ釣りたいんだけどね、さすがにちょっと遠いかなと。いうわけで治療したね。でこのアドボンやっぱね、キャンプトンネル結構強いですね。よいしょ。
キャンプトンネル強いし、多少大雑把な、なんだっけ、エイムでも、かなり当たってくれるんでね、結構強いです。次、ミンちゃん来たところ、ミンちゃんを借りたいね。多分、誰、クリス?なんかもう、わからん。ジルの亜種が、確かね、クレアだった気がする。これはミンちゃん。あれ、こっちにもいたない。あれ、よいしょ。これでまたナイフがもうない。これで理想のポジションに釣れますね。うん、この微妙な高さの板ぐらい弱いね。やっぱりマクミランとかだとね、強いんですよね。マクミランぐらいの板黒の高さなら、マクミランオートヘイブン。あー、90早い。完全にロッカーを狙われてますね。もう殴るか。やっぱバットよ。バットで殴るのが手っ取り早いっていうのをね。バットで殴るのが手っ取り早いっていうのね。どこぞのね、バットで殴った結果がこれですよね。え、多分そこやってるんで、そっちか。離れてない。よいしょ。あ、ここはやってないんだ。じゃあそこ見ますか。やってない。ただ向こう行くの怖いね。トリックスターにもなんか能力くれないかな、移動の。あっと、そうだ、スプバだ。いや、いい、この男を。奥に行く。そのまんま向こう行ってくれんかな。クイックアンドクワイエット。スタングレネード持ってんな。やば。分かってたのに。よいしょ。ということは、あそこ回してたのにね。あー、まずい。まずいな。これね、ネアを追う卓があるんだけど、ネアが行っている。ミンちゃんもそこにいる。しばらく待って、オッケー。
あ、しまった、担がなくていいんだ。危ねえ。危ねえ。危ねえ、メメントなんてかめったに持ってこないから。あ、そうだよね、あんま回してないよね。人がね、発電機の偏りを無意識に回避しようとする心があるからね。ここも回さないのかな。ネアがいる。おお。ちょっと追ってられんかな。みんちゃん回してんじゃないかな。回してる。あ、オッケーオッケーオッケー、殴れます。オーケー。危なかった。ちょっとね、余裕ぶっこきましたけども、まあ、でも序盤でやっぱナンシー見つけて、相手3・1で湧いてて3人側にだらぶ入ってるとめちゃくちゃやりやすいですね、その後の流れが。よいしょ。さあ、こっからネアの取る行動としては2択で救助に来るか、もしくは回すか、ハッチを探すかなんですが、なくなる。あ、なんかいる。ちょんちょん。ワンチャン当たるんかな。当たる。よいしょ。ちょっと探します、こっち側を。ないかな。あの場でチェイスを決めきれるかって言ったら、まあ、ちょっと難しいんで。あったぜ。で、反対側か。これオブジェクトの位置次第だね。見える。あ、これはいけそう。この生成ならいけますね。ここに小高い丘があるとね、非常に見やすくていいんですが、なくてもいけそう今回は。やぶねー。最近のちょっと雑な立ち回りがもうにじみ出てましたね、いろいろ。さあ、あと16本で決めきれるかな。何、しなやか。あ、今の当たってないの。
ちゃうよ。こういうとこ、こういうところ、こういうところ雑い、最近。オッケー。最後はしっかりと決めていこう、バットでな。よいしょ。手なわけで、キャンプとかトンネルとかが強いキラーだと最初にリーチが作れたりして、で今回はね、運よくナンシーが割と早めに見つかってくれたんで、3釣り目の時、2釣り目以降ね、今1回見失ってもその2釣りされてる人は行動が制限されるし、まあ1釣り目の時とかとね、1釣り目無釣りの時とかと同じように行動すれば、まあね、ああやって見つかって処刑されてしまうんでね、すぐに処刑されてしまうんで、まあ、行動を制限できるっていう点でも、まあ、やっぱね、ああやってこうがっつり序盤に釣ってキャンプしてってできるのはかなり、強いんじゃないかなと。無論ね、トリックスター、まあ、9秒に伸びたから、やっぱそのトリックスターとか、まあ、ハントレスとかそういったなんか足の遅めのキラーでも、まあ、使えるようになったのかなとは思いますね。まあ、無論ね、ナースとかブライト、まあ、そういった、初っ端のダウンスピードがめちゃくちゃ速いようなキラーとかも、もちろんこのパークはおすすめです。どのキラーでもつけれるんじゃないかな。多分、まあ、トラッパーとハグ以外なら、まあ、本当破滅とか、堕落とかそこら辺に、まあ食い込んでくるような、使用率のパークになるんじゃないかなとは思いますね。まあ、堕落とどっちがいいかは多分人それぞれだけど、まあ、今回はね、まあ、堕落と一緒に採用して、まあ、序盤うまくね追い込んでいったと、まあ、ちょっと中盤以降グダグダでしたけども、まあ、そういう時もねあります。まあ、この2つのアドバンスは強かったですね。もうちょっとね、ちょっとやってみてうまく使いこなせるようになりたいなというふうに思ってます。普通のアドの時もね、トリックスターのことを。てなわけで、死を呼ぶ追跡者トリックスターでございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。